もこの業界で18歳から、まあ、20数年間、国語道に身を包んで、成果の仕事に、ずっと明け暮れてはきたんですけども、いざ自分がシェフになって、従業員を使うようになって、時代の流れとともに女性が働く割合がすごい増えてきたんですね。僕が18、19の頃っていうのは、一つの職場に女性が一人二人いたら、おーっていうぐらいやったんですよね。はい、今ほとんど女の子なので、で、まあ、何が違うかって言ったら、やっぱり男に比べると筋力と体力っていうのは劣ると思うんですよね。うん、で、まあ、ものづくりの仕事なんで、なかなか難しいんですけどね、厳しい世界ではあるんですけど、夏は暑くて、冬は寒いし、僕が若かった時に比べるとやっぱり働き方も世の中の形とともに変わってきましたし、働く時間もぐっと短くなってきました。僕が若い時みたいに朝から晩までお菓子を作ってていいっていう時代ではなくなったんですよね。うん、でこれがこうやって時間がこうギューッとなることによって何が起こるかって言ったら、やっぱり、労働の密度が上がるんですよね。うん、厨房がスポーツ化してくるというか、そういう意味でやっぱり夏はオーブンの前は暑いですし、汗だくになって、でやっぱり従業員っていうのはお店のエンジンですし、ね、一生懸命やってくれてる子たちだし、元気あっての仕事ですから、一事業所のシェフとしてサポートしてやりたいな、うん、甘やかす気はないんですけどね。うん、体力の劣る女性スタッフが多いこの青果の業界で、なんとかこうヘルスケア的な観点でね、サポートしてやれないかなと思って、住所モンブランさんに相談させてもらったんです。今回赤崎シェフからご依頼を受ける前に、機能的なコックコートが必要なのではないかと私自身考えており、そんな中タイミングよく赤崎シェフからご依頼をいただきました。赤崎シェフからご要望をお聞きする中で興味深く感じたことは、過酷な労働の中でストレスを少しでも軽減できるヘルスケアの観点を取り入れたコックコートを考えてほしいとおっしゃられていたことですね。今まで私自身飲食店や洋菓子店のデザインに携わってきましたが、多くのお店は色やブランドイメージを主張する見た目にこだわる方が多い印象だったので、新たな視点での考えだなと感心するとともに、自身が考えていた機能的なコックコートにリンクする部分があるのではないかと思いました。まず最初にシルエットや全体のバランスを決め、その後細部のデザインや機能的なポイントを追加して考えていきました。赤崎シェフが着用されている機能的な海外のコックコートや、サイズがタイトに見えながらも運動性のある昔の軍服がインスピレーションとなりました。赤崎シェフからご要望をお伺いした中で、腕を上げる動作を行った際、ウエストで巻いたサロンエプロンがコックコートと一緒にずれ上がり、着崩れを起こしたり、何度も着直しをしないといけないとおっしゃられており、その部分を解消させたく袖の設計にすごく苦労しました。さらに動きやすさだけではなく、見た目もスマートにしたいと思っていたので、試着・検証を50回以上繰り返し制作しました。最後に全体を俯瞰し、デザインにつながりがあるか、バランスが悪くないかを何度も確認しました。制作にかかった期間は1年半です。来て一番分かりやすいのは、まあ、熱がこもってる状態っていうのがこう放熱性というかね、透湿性っていうんですかね、まあ、背中のこのねベンチレーションのおかげだと思うんですけど、すごい、それは来てすごい分かりやすく感じますね。あとは、まあ、着丈がやや長めなのと、この可動範囲ですよね、まあ、これは最初に開発の時に、ね、開発の方々すごい気にして作ってくださってましたけど、やっぱり突っ張りが全然ないので、動きやすいというか、あんまりこうコックコートが引っ張られることがない、
この2つは来てすぐ実感できる、分かりやすい、特徴かなと思います、はい。実際使ってみてここに切り返しがついていたりとかするので、生地を混ぜる時であったり、やっぱ動きやすい、可動域が広がる感じがするので、すごく使いやすいなと思います。あと通常の置くごとに比べるとやっぱ少し薄めなんですけど、それが軽さであったり、やっぱ肩こりとかもちょっと軽減されてるのかなと思います。普通のタイプやったらここのサイズ、ここの丈と何て一緒な感じの裾回りっていう、これはちょっと絞られてるんで、腕まくりした時やっぱあんまりずれてこない。ホックコートのボタンを引っ掛けるタイプじゃなくて、ボタンにタイプになってるんで、すぐ切れるっていうか、切るのにも時間がかからなくて、あと生地がそこまで厚くないので、冬とか寒い時に中にヒートテックとか巻きやすい。それとまあ逆に暑い時はこれぐらいの薄さやと、オーブン前が暑かったり動いて汗かいたりっていうことがあるんで、そういう時はこれぐらいの薄手の感じやと自分は着やすいので満足しています。まあ、これが多分、ゴールではないと思うので、これからいろいろ声を拾い上げて、住職さんがまたいろいろ開発してくれるんじゃないかなと思います。はい、今回は赤崎シェフのご協力のもと、パティシエの動きについて研究し制作したので、今後は他ジャンルの職種の動きも研究し、さまざまな職種の動きに対応できるウェアを開発していきたいです。働く方のモチベーションにもつながるユニフォームなので、着る方のストレスを軽減し、お仕事をサポートする役割を続けていきたいなと考えております。